自分にとってラインは生命線なんですよね。秩父の渓流ってすごく人が多いんですね。ルアーの人、フライフィッシングをされる方、天からをされる方、餌をされる方、やっぱりそれだけ激戦区、そういう中で渓流魚ってどん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 すれちゃう。その中でどう魚を引き出すのか、まずなんか魚がついてそうだなっていう場所がまあ目に入ってきて、普通ですとまあある程度の距離を詰めて立ち位置を決めてキャストをする方がほとんどだと思うんですね。ただ自分の場合はそこからさらに2メートルとかかなり距離を取るようなアプローチ方法を取ってるんですね。どうしてかっていうと、結局人の出入りが多くて魚が結構すれている場面が多いっていうのと、あとは先行者がいるってどこの河川でももちろんあるんですけど、そこからどう魚を引き出すのが一番いいのかなってこういろいろ長年考えていった中で、こう距離を保ってで魚に気づかれないようなアプローチ方法っていうのがこう生まれてきた感じかな。ラインのセッティングとしてはダブルクロス P0.65、 ショックリーダーはトラウトショックリーダーフロロですね。5ポンドを軸に4ポンドに変えてみるか、もしくは6ポンドに上げてみるか。ダブルクロスはリリースされた初期から私使わさせていただいてて、去年リニューアルされたわけですけども、だいたい 1.4 倍ぐらいですかね、強度プラスされて、それを実感したのが、私のこう釣りのスタイルでいくとロッドをちょっとこう縦気味に構えて、でそこからラインスラックを使ってちょっとドリフトをさせるみたいなのが結構主軸なんですね。岩の向こう側を流したいなっていうシチュエーションってやっぱり多いんですよ。向こう側を流した時、岩の上をペシペシ叩いちゃうんですね、 P ラインを。で今までだとちょっとこう毛羽立ってきちゃう。リニューアルされて本当にそれがもうないって言ってもいいぐらい、とにかく強いんですよね。今まで以上にアグレッシブにキャスティングを決めていける。でこれってやっぱりキャストから始まるわけですから、すごく大事で、そこで何か不安を抱えちゃうとリズムがすごく狂うと思うんですよ。でもそういうのがどんどんこうなくなっていく、ストレスフリーになってるっていうのはやっぱり安心感につながるかなって思うし、あとやっぱりこの視認性ってやっぱり大事で、やっぱりルアーを中心に見ちゃうんですけど、でもやっぱりその生命線としてつなぎ止めてるのはラインであって、やっぱりダブルクロスの一番特徴であるあのマーキング、これがまたより視認性を高めてもらっているので、何かこう視覚的に何か変化がある時でもすごく見えてる。ダブルクロスが私の目を助けてくれてるんですよね。だから本当に安心できるし信頼のおけるラインだなって思ってます。